NB6C ロードスター。今回ねブレーキパイプね、まずフロントね外していきます。まずねやりやすいね左からいきます。で取り付けのねこういうねこうはめ込みの部分があるのでね、これはさっきこいつ外します。こいつねピン外してカップラー抜いてね5mm3本でもう捨てごとね外します。これねエアクリーナー外してるのでね、邪魔やったエアクリーナーもね外してください。とりあえずね放射タンクね外したところからいきます。で取り付けもね下からね12でした。でこのねホースね外して、とりあえずね下の10に外したらね外れました。よいしょ。で次にねこいつですね、こいつがね下側とでこいつとここですね。でねあのホースにねつながってるところまで行きます。でまずねこいつをねぐっと押してね広げます。まあでかい方がいいです。まあ先のねでかいやつにね変更しました。まあこんな感じでね簡単に外れます。ここのね下側もね同じようにしてね外します。ここはね外したところからいきます。で初めねこの標準の中のタイプやってましたがねちょっとね足らないのでねちょっとね幅の広いやつに変えました。そうするとねまあ簡単に外れます。であとはねこのフレアナットレンチいうかな、この専用のねレンチで5ミリですね。でここはねもう手でできるだけねまっすぐにしてね手で緩めてください。で締めるときはね締めすぎるとねこのね先っちょのネジが膨らむのでね次ねつけれないのとね、まあ、外し万が一つけれたらね外すときにネジ山が潰れたりします。なのでねこの辺はね適度にね締めてください。で、ABS のユニットを外されなかった。これね、オイルはね、ボディにね、つけないように。塗装がね、剥がれます。どこから外した方がいいかな。クーラーのね、この低圧のね、ホース。ね、外した方がいいかもからね。ちょっと曲げていいんでしたらねいけると思うんですがね、一回ねこの捨てね外してみます。ちょっとね手強いですね。こいつがねちょっとかわしながらね上に上がったらいいんですがね、ちょっとね強引的にねやってみます。やっぱりねクーラーのね、まあ、低圧も高圧もねちょっとね外さなダメかもからないです。それかねこのユニットをねちょっと動かすかですね。ちょっとねこの12、3本だけねちょっと外してみます。
留めね、外します。上をね、こじるんじゃなくて、こいつを引っ掛けをね、取るいう感じです。これでちょっと動くようになるんかな。よいしょ。ちょっとね、低圧ホースをね、ぐっとね、引っ張ったら、ちょっとね、下側の引っかかりが取れて、ちょっとね、いい感じになりました。あとはね、ちょっと高圧のね、ホースが、かかるのでね、ちょっとね無理です。で、外すときはね、必ずねこのホースね外してください。あ、そうするとね多分簡単に外れると思います。ちょっとね、無理やりね、外してしまいました。まあこんな感じでね、ちょっと横着してね、外しました。商品紹介ですね。もうここはね、多分大丈夫だと思うんですがね、万が一ね、ちょっと膨れててね、入らない場合はね、ちょっと先っちょね、ヤスリかなんかでね、削ってください。一応ね、だいぶ前にね、キャリパー売るときにね、ここはね確認してます。向こうはね、さっきしました。大丈夫です。とりあえずね、1本ずつするか2本ずつするかね。で、まあ、ヤフオク出品していくのでね、ヤフオク見てください。今回ね、ロードスターのね、左のねブレーキのパイプね、外していきました。他にもね、いろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。